はい、こんにちは、海坊主です。今回のねファーミングシミュレーターは、前回のね状態から1ヶ月が経過しております。なのでとりあえずね除草作業をやりながら、こちらのねグリーンハウスのね収益を試してみたいと思います。でグリーンハウスの収益はねもう上がってはいるんですよ。だけど9月の途中から始めてるので、丸々1ヶ月分でねどのぐらいの収益になるかっていうのがね、要は11月になればわかるっていう感じなんですよ。要するそうすると10月丸々稼働して、1ヶ月のね利益が出てくるわけなんで、大体なんですよね。その作物の売却額も一定ではないので、大体の金額ですけど、この1棟に対してねどのぐらいの収益になるかっていうのがね判明すると思います。でその後はね1月まで待ってもろこしを売ったりだとか、夏頃にねここの作物を収穫したりだとか、そういった流れでいきたいと思いますので、とりあえず本日もよろしくお願いします。はい、とりあえず中古をね見てみましょうか。中古のねハッシュ機ですけど、これ9メートルなんですけど、このね3万8000ユーロで売ってんですけど、ただ残念ながらね今のところお金がないのでこれは買わないときましょう。180馬力なのでね引っ張れるトラクターも1台だけはギリギリ引っ張れるかなっていう。でも170馬力ちょっとしかないのでね、ただ今回の仕様だと馬力が足んないと引っ張れない可能性もあるので、買うのはやめときましょう。代わりに除草作業をやんなくちゃいけないんだよね。除草機械を買いたいんですけど、とりあえずね引っ張れるのはこれぐらいか。本当はこれで、でもこれでやるか。一応160馬力なんでね、中古で買ったトラクターだったらねギリギリいけると思うんで、3万6000ユーロ結局は借金を重ねなくちゃいけないっていうね。あんまりね借金を増やしたくないんですけどね。今んとこもう21万ユーロ借金してますから、はい、3万9000ユーロってことで、じゃあ買いましょうか。はい、こちら購入です。はい、結局ねこんな小屋建ててけどね機械の方をね外に置いちゃってますよね。ほんとしかし今回はダッシュ速度もね遅いですね。そこら辺はリアリティを出してんでしょうかね。前はもうちょっと早く動けたんですけどね。はい、そういえばこのトラクターのね内装はこんな感じですね。おうおう、あばばばばばばば、アナログチックですね。でもここのさメーターリアルですよね。何がリアルかっていうと、ちゃんとこのメーターのねレンズの感じがちゃんと出てますよね。なんていうのかな、ちゃんと奥の光反射してるって感じで、なんかほんとこういう細かいところの質感が良くなってますよね。はい、じゃあこちらのね除草機械作業しましょうか。はい、久々に使うね。いつも精密農業を始めてからはねほとんど使わなくなりましたからね、この機械タイプの除草機械。あ、やっぱりねほら綺麗にね作付けできてないですよね。はい、じゃあとりあえず任してみましょうか。このね敷地のど真ん中でヘルパー起動しても多分ねちゃんと移動してから始めてくれるんでね問題ないんですよね。はい、じゃあお願いします。はい、これでね、おうおう、ほら雑草ショーがなくなりましたよね。なのでちゃんと除草ができてるってことです。雑草ショーってどこにあんだって話ですけどね。雑草
これが雑草なのかもね。あ、この色が違うやつか。この、ほら、こっちの方に行くとないでしょ。しかしこのやっぱり作物のねテクスチャーもね、解像度がね高くなってますよね。この草の質感もだいぶ上がってるような気がするし、やっぱ進化ですよ、進化で。やっぱね、この感じ、ほら、この雰囲気がね、このもやかかってる雰囲気とかがね、だいぶ良くなったよなって。確かにね、前のやつも多少もやかかってたけど、こう太陽を向けた時のね、この逆光感というか、それもいいし。はい、でまあそんなことやってる間にね、ちょっとアルバイトやってみますか。収穫のバイトはいいや、噴霧のバイトもいいし、木の輸送とか枯れ木とかそういうのもいい。石の除去、豊作、これちょっと行ってみますか。84ね、ドイツファールね、出動させましょうか。あれ、そういえばカルチベーターどこ行ったんだ。あ、そうか、その小屋の中にカルチベーターしまったんでしたね。そういえばあー、やっぱりまだね、この25のね操作感に慣れてないんですよね。ステアリングの改善がねだいぶ変わっちゃったんでね。はい、ここから走ってってくれるかどうか、ヘルパーが。それもね、今のうちの検証ですよね。ちゃんと目標設定できたのかな、今の。まあ動いてってくれてはいるよね。畑突っ切ってってっけどいいのかよ。はい、ちゃんとね走ってってくれてますね。やっぱヘルパーもね、この移動ヘルパーがね、ほんと地味にね、これ動いてくんないと大変ですからね。まあおおよそね、こういう細い道でもちゃんと道路判定してくれるってことが分かったんでね。はい、目標はここですね。はい、じゃあお願いしましょう。まあ、5000ユーロぐらいにはなるんでね、貴重なお金ですよ、最初のうちはね。はい、最初の畑のね除草作業が終了ですね。じゃあ次の畑行きましょう。はい、お願いします。やっぱりね、速度が出る分は早いですね。こっちはちょっと時間かかりそうだからね、まあほったらかしときましょうか。グリーンハウスに来ましたけど、ちょっとね気になった箇所がね1箇所だけあったんでね、ここだけ直しておきましょうか。ここのねなだらかさをちょっと つけましょうか。いや、土地の所有者じゃありませんって。グリーンハウスね、もう何軒か建てたいですよね。これ36000ユーロしますからね、これ1つだけでもまだ建てられないからな。ね、こういうサイズ感でもね建てられるようになったらいいですよね。これ54000ユーロすんだ。グリーンハウスもやっぱ高くなってますね、確実に。前このサイズでそんなしなかったですもんね。こっちのが安いんだね。で作物もだいぶ増えてるよね。前はイチゴとキャベツとトマトだったのに、唐辛子とかニンニクとかなんか増えてますもんね。とりあえずね、ここのマップもやっぱり列車が使えるんでね、ここで積み込みができる感じ。上からこう出てきてね、確かね前の時もねゼロンカで列車で売ったりとかはしてたんですよね。試しにここのやつもここで売らないでさ、ゼロンか。でもレンタル代が結局高くつくんだよな。
少量売るんだったら、列車のレンタル代っていうのがあるんですよ。だからね、大量に売却しない限りはちょっとね損な感じにもなるんですよね。